毎年恒例熱田神宮での必勝祈願に訪れたドラゴンズの選手たち。立浪監督や選手会長の柳投手など球団関係者39人が参拝しました。まあ、願いはもちろん勝つことですし、いいスタートを切ってですね、優勝争いにまず加わって、そこから競り勝ちたいなというふうに思ってます。オープン戦で首位に立つなど例年以上に期待が高まる今シーズン、目指すは13年ぶりのリーグ優勝です。いや、もう優勝を目指してね、名古屋にいいニュースを届けられるように、はい、頑張りたいと思います。